はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、第39回、更新すべきか悩むカード対象ということで、久しぶりにね、やっていきたいと思います。まあ、ボリューム2のね、レギュラーが出たというところで、ボリューム2のレギュラーと、まあ、前半のレギュラーをね、比べていこうかなと思います。で、今日はね、ちょっと4選手、えー、紹介していきたいと思います。なので、ちょっと、まあ、久しぶりなんで、実際この企画やってるのも知らない人も、まあ、もしかしたらいるかもしれないんですけれども、まあ、要は、 まあ、今回はですけれども、今回はボリューム2のレギュラーを、まあ、軸にして、まあ、前半のね、レギュラーと、まあ、どっちがいいのかっていう話をね、まあ、各選手していこうかなと思うんですけれども、なんせちょっと期間が空いたので、募集とかもしね、かけてたらね、もしかしたらね、ちょっと見逃してるかもしれないですね。もしね、なんかご、あの、要望いただいてたらね。まあ、なので、まあ、ちょっと、少しの期間は、まあ、レギュラー触れていこうと思うんですけれども、またそれが終わったらね、また、 平常運転しようと思うので、まあ、その時にね、ちょっと取り上げていこうかなと思うので、よかったらリクエストありましたら、まあ、このカードとこのカード比べてほしいとかね、そういうのがありましたらぜひね、コメント欄とか、Twitter、まあの方までよろしくお願いします。で最近ね、あー最近というか今日ですね、今日から d Discord あの作ったんで、Discord な内でも全然いいです。あの、とりあえず僕に届けばいいので、はい、あのー、なんか比べてほしい選手ありましたらよろしくお願いします。で一応ね、Discord の、はい、あのー、 リンクは概要欄に貼ってますので、まあそちらからよかったらね、はい、覗いてみてください。ということで、じゃあやっていきたいと思います。ではまず一人目の選手からね、いきたいと思います。こちらです。はい、川崎フロンターレの谷口翔吾選手です。はい、谷口選手ね、グレード95まで来ましたね、ついにね。うーん。まあ今シーズンはね、今シーズンというかまあ、今年からはやっぱ95っていうのはね、金旗になるだけじゃなくて、まあスキル構成もね、優遇されてくるというところで、 まあ、例年よりもね、結構価値のある、まあ、グレードになってるわけなんですけれども、まあ、ここにね、95に乗ったことで結構可能性が広がったかなと思います。特にディフェンダーは今、空中戦、まあ、ヘディングクリア出たんでね、B でね。まあ、そこの面は、まあ、それまでではないですけれども、まあ、空中戦を生かすとかなってくるとね、結構 AAB というスキルは結構優遇されている部分にはなると思うんで、まあ、ポジション的にも結構ありがたいのかなと思います。 まあね、引き続きやっぱり安定した活躍ね、してますからね、代表でも、まあ、J リーグでもね、やっぱこれからの、ね、活躍が非常に楽しみな選手ですし、まあね、後半限定たくさん出る可能性もね、十分に秘めてる選手なので、ま青、あ、ズはね、間違いなく出るし、まあ代表がね、明日からもし来るんだったらもうすぐ出るしというところで、まあ、すごく楽しみな選手になっているかなと思います。 はい。ということで、じゃあ、このカードの評価なんですけれども、まあ、ちなみにピンタクと空中戦とフィードなんで、まあ、スティールはないんですけれども、まあ、一応空中戦がまあ、スティールの半分ぐらいは兼ねてると思っていいんじゃないかなと思うので、まあ、スティール 1. 点割る5、割る2ぐらいかな。<laughs> スティール割る2ぐらいと思ってください。まあ、空中戦には非常に強いんでね。まあ、あとは下の、はい、パスがちょっと抜けちゃうというのがちょっと弱点にはなってるかなと思います。では、早速、このカードと前半を比べていきたいんですけれども、こちらですね。 で、一応まあ更新すべきかどうかというところに関しましては、ボランチならボリューム2でもいいんじゃないかというところで、ただセンターバックなら前半レギュラーの方がやっぱりいいかなと思いますね。まあ理由としてはやっぱりボランチであればまあ空中戦で防げる。 まあ範囲が多分センターバックよりもちょっと広まると思うんですね。例えば、相手キーパーのゴールキックとかもそうだし、まあ相手ディフェンダーからのフィードとかもそうだし、まあそういうところで結構弾ける範囲としては、まあ増えるというところと、あとまあ万が一ボランチが抜かれてもまあセンターバックが一応いると思えば、まあちょっとセンターバックよりは致命傷にはなりにくいというところもありますし、まあそういうところを含めると、まあ能力的にね、ちょっと部外、まあ、 ぜあの後半のボリューム2のレギュラーでも全然いいんじゃないかなと思います。だ前半のレギュラーもね、当然そこでは使えるので、まあ、好き好きかなと思います。で、センターバックはね、やっぱりさっきもちょっと言った通り、まあ、最終ラインなんで、まあ、やっぱりスティールの方がちょっと心強いかなと思いますね。はい。まあ、なので、まあ、どっちにも対応できるスティールを持ってる、この前半レギュラーの方が、まあ、センターバックには向いてるでしょうね。はい。ボランチならボリューム2でも全然いいと思うし、まあ、そこは好き好きですかね。はい。まあ、試してみてほしいなと思います。はい。 で、二人目なんですが、えー、アレクサンダー・ショルツ選手ですね。フラワー所属です。はい。まあ、アレクサンダー・ショルツ選手ね、今年ね、本当にベストイレブン級ぐらいの活躍だったと思います。まあ、本当に指標を見てもトップクラスですしね。センターバック指標ね。うん。まあ、トップクラスではトップじゃないかな。もしかしたらね、トップだったんじゃないかなと思うんですけれども、はい。素晴らしい活躍だったと思います。まあ、ショルツ選手といえばね、警告とかのね、少なさがね、素晴らしいということで、本当に、うん。 フェアプレーの鏡というか、まあそういう選手だと思うんで、まあ素晴らしい、本当にいろんなところでね、評価されてる選手だと思います。まあね、ショルツ選手ね、来年も残るんですかね。まあちょっとまだ挙職まではちょっとわからないですけど、まあ残るんだったらここもね、まあ正直グレード97ですからね、グレードね。まあ正直、はい、ここは居座ってほしいな、J リーグに。<laughs> J クラでも見たいですね。毎年どんなショルツ選手のカード出るんだろうねっていうね、話題で盛り上がりたいからね。うーん。 ここはね、もう長年、はい、ショル選手、ぜひ、残ってほしいなと思います。なんか、ちょっと記事出てましたね、確かね。うん、なんか、残留みたいな感じで記事で、で残留方向の記事が出てたはずなので、まあ、期待できるんじゃないかなと思いますね。はい。ちなみに、まあ、このカードの評価としては、ピンポイントタックルとパイクトスティールとフィードなんで、スキルの組み合わせ完璧ですね。はい。 ただ、ボナセンがまあテクニックというところで、まあディフェンス持ってないから、まあ、ボナセンがディフェンスの選手よりはちょっとディフェンチが劣るのかもしれないですけど、まあ、スキルは問題ないし、まあ能力値もね、実際問題はないので、まあ,あとのまあディフェンチとかをね、どれくらい補強できるかがちょっと鍵にはなってくると思うんですが、まあ、非常にね、いいカードだと思います。個人的にね、エクスペ取ったんですけど、これ欲しいですよね。これ取ったら僕エ、エクスペ多分捨てちゃうんですけど、はい。めちゃくちゃ欲しいんですよね <laughs>。 めちゃくちゃ欲しいです。はい。欲しいんで、まあ、ちょっと当たんないかなと思ってます。青ずあたりで。はい。ということで、まあ、比べていきたいんですけれども、はい。まあ前半と比べると、ボリューム2レギュラー推奨でいいんじゃないかなと思います。ただ、まあ、正直この92の方でも悪くはないです。ただ、ただなんですけど、まあ、ただ続きなんですけど、まあ、先ほど谷口選手のところでも言った通り、まあ、やっぱスティールがないんですよね。このね、前半レギュラーね。 まあ、空中戦とハードタックルなんで、まあ、谷口選手のちょっとね、まあ、AB 版になっちゃうんですけれども、まあ、弱くはないんですよ、弱くはない。先に言うときは弱くはないんですけど、不安要素を抱えるぐらいだったら、まあ、後半レギュラーの方がいいんじゃないかな。ディフェチとかで言ったらね、ボナセンディフェンスの分ちょっとこっちの方が強いと思うんですけれども、まあ、そんなにすごい差が出るかって言ったら、まあね、ここにソックスとか入れるんだったら結構な差になってくる可能性あるんですけど、まあ、 まあスキル優先でいいんじゃないかなと、ここは思いますね。 まあでもこっちは強いんで、こっちはこっちで、まあ強い、強い手がいまあね、ハマればいいんでね、空中戦はね、いつもいるんですけど、ハマら,らなかった時がちょっともう諦めるしかないみたいな感じになっちゃうのが嫌な人は、まあまあ推奨はしないんですけど、いや、ハマればいい、ハマればいいんだろうぐらいの気持ちで使うんだったら全然使っていいんじゃないかなと思いますね。はい。まあスキル自体は悪くないんでね、ただ組み合わせとかそういう弱点とかがあるとかね、そういうデメリットの部分を見るとって話なんでね、メリットの部分だけ見ればね、十分強いんでね、このスキル構成もね。はい。 てな感じで。まあ一応ここはちょっとボリューム2レギュラー推奨とさせていただきたいと思います。はい。では続きまして3人目なんですけれども、セレスソ大阪のキム・ジンヒョン選手です。はい。キム・ジンヒョン選手もね、今年も安定した活躍でしたね。はい。出場機会も問題なかったなと思います。まあ不動のね。 まあ、セレスの守護神としての、まあ、一年を過ごされたんじゃないかなと思います。で、チームもね、上位にね、食い込みましたしね、5位以内にね、食い込んだんで、まあ、素晴らしくね、充実した一年だったんじゃないかなと思います。まあ、C というならね、ちょっとルバンがね、惜しかったところがあったと思うんですけれども、うん、まあ、そこをね、ちょっと悔し思いはしたと思うんですけれども、まあ、全体的に見て、まあ、悪くないシーズンだったんじゃないかなと思います。で、まあ、今回のね、レギュラーもね、まあ、評価していきますと、まあ、パーフェクトセービングがありますし、まあ、間合いも C でありますし、 はい、まあ非常にいいんじゃないかな。まあ B はヒードですけどね。うん。まあ本当に、まあ本当に文句なしっていうところのちょっと,ちょっと手前ぐらいまで来てるんでね。うん。素晴らしいカードが出たなと思います。まあ、ここもちょっとボナセンはディフェンスじゃないので、まあ、ボナセンディフェンスの選手に比べたら、ちょっとディフェンスはね、計算したら劣るとは思うんですけれども、まあ十分な数値は残しあ、あるかなと思いますね。はい。じゃあこれを前半とちょっと比べていくんですけれども、 まあ、比べるとしたら、うーんー、ボリューム2レギュラー推奨にはなるでしょうねというところなんですが、ただ前半もね、悪くはないですね。まあ、これよく言うんですけど、まあ、セービングが B なんですけど、A に間合いがあるんだったら僕は正直そんなに劣ってるとは思わないですね。まあ、なぜかというと、セービングの、そう、正直止める範囲ってそんなに、 うん、すば、素晴らしく、いいほどじゃないからね、パイクトセービングしかりね。うん。まあ、シュートセーバーならちょっと話変わってくるんですけど、まあパイクトセービングとか、ゴッドハンドとかだったら、まあそんなにね、言うて、そんなにって感じなんで、まあそれだったら、間合いでね、間合い強く持ってる、こっちのレギュラーでも悪くないなと思うんですが、まあね、一応、ボリューム2もね、C で間合い持ってるんで、まあ、そういう点含めると、持ってなかったら結構悩ましいんですけど、まあ、持ってるんだったら、まあ まあそうねちょっとボリューム2が上かなと思いますね。はいただ、さっきも言った通り、間合いを結構重視する人からしたら、こっちでも全然いいんじゃないかなと思うので、そういう人は全然前半レギュラー使っていいと思います。はいでは、4人目なんですけれども、ジェフユナイデッド千葉の三木智也選手です。はい三木選手もねこう残留濃厚っぽいようなね、もう残留決まったんかな、記事が出たような気がしますね。はい まあ、ここは来、来でも千葉から勢いよということで、まあ、本当にね、ジェフ千葉の中心的選手ですし、本当に、象徴みたいな選手にね、なってほしいなと思いますね。まあ、すでにね、もうグレーでも92なんで、まあ、だいぶ評価ね、年々上がってきて、うん、素晴らしい92まで来ましたからね。J2 で92って言ったらもう上から数えて何番目とかですからね。うん。まあ、素晴らしいね、評価されてる選手だと思います。まあ、来シーズンもね、ここね、注目買うだと思うんで、まあ、ぜひね、活躍してほしいなというところなんですけれども、 じゃあ今回の後半レギュラー見てみますと、まあいいですけどね、コントロールカーブとテクニカルドリブルとスルーパスなんで、まあスキル構成的にはちょっとね、得点狙いに行くよりのスキル構成になってますね。でも一応 C でスルーパス持ってるのでアシストもまあできるよっていう感じのカードです。まあ C 点ならちょっとオフェチが足りないなっていうところがあるんで、まあそこだけ補強すればね、まあ問題ないかなと思うんで、まあ、スキルはね、非常にいい感じなので、まあここはいいカードが出たなと思います。 はい。では、じゃあ、これをね、前半レギュラーと比べていくんですが、比べた結果こちらですね。はい。これ珍しいですけど、どちらもありというふうに出させていただきました。まあ、なぜかというと、まあ、このね、前半レギュラーはエンジェルパスを A で持ってて、まあ、トリックシュート、スピードドリブルなんで、どっちかっていうとアシストよりなんですね。うん。アシストメインで考えるんだったら前半の方がいいよねっていうね。前半、あの、エンジェルパス持ってる分ね。うん。やっぱパスもね、上位に行けば行くほどいいと思うんで、軽さとかにもね、ちょっと影響してくると思うんで、 まあエンジェルパスだったらちょっとね、印象がいいというのと、ただまあ点を取りに行ってほしいのはさっきのね、ああ後半のね、ボリューム2のスキル構成の方が、まあコントロールカーブとか強力なスキルなんで、はい、それ持ってるボリューム2がいいのかなと思います。まあなのでトップ下にどういう役割を求めるかによって結構変わってきますね。まあアシストメインだったらもうさっき言った通り前半だし、点を取ってほしいのはボリューム2で行ってほしいんですが、 ただ、ボリューム2は、さっきも言った通り、オフェチがちょっと足りないので、まあ、そこだけ補強できれば、ま、使いやすくはなるかなと思いますので、まあ、そこの数値だけちょっと注意してほしいなと思います。はい。救急車来ましたけどね。はい。終わりにしたいと思います。<laughs> ということで、 Q4 選手ね、ちょっと比べてみました。まあ、まだまだね、比べる選手なんていっぱいいるんでね、もうほんと動画のネタは尽きないんですけれども、またね、まぁ、あ、すぐ、まあ直近になるかわかんないですけど、またちょっと曖昧まで、はい、この企画もね、ちゃんとやっていこうと思いますし、まあ、クリニックもね、ちょっとだいぶ期間空いてるんですけど、そこもね、ちょっと復活させながら絡めていこうかなと思いますので、はい、今後ともね、ぜひこの企画もよろしくお願いします。ということで、えー、本日の動画ね、以上になります。もしね、あの、比べてほしい選手とかいましたら、ぜひリクエストのほどよろしくお願いします。 ということで、じゃあ今日の動画はこれにして終了とします。お疲れ様でした。では失礼します。バイバイ。